インターネットをご覧の皆様、こんにちは。高田の馬場のダンゴムシ、ヒロシヤングでございます。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。もう3本目となると、うん、こなれたもんやこなれたもんですね。シャッシャッシャッまあ今日は、はい、先週の1月28日、はい、金曜日に配信した、うん、社員募集が、はい、大反響と言ってもいいぐらいコメントとか見ました、はい、少しコメントは見ましたけど、はい、58歳無理ですみたいなあと10歳若かったらみたいなのが山のようにありましたよ。なんかやっぱこの当チャンネルの特性として、いかにやっぱ若者と女性が見ていないかっていうことが改めて浮き彫りになったなってコメントを見て思いました。本当に多かったですね、うん、あと10年あと10年若かったら、うん、刑事のあと3日ぐらいね、キャンキャンみたいな、ね、本当ですよ。3日どころじゃないから10年ですからね、はい、で、まあ社員募集したんですか。でもそうなんですよ、うん、で来ないかなとか、はい、いろいろあの後も言ってたじゃないですか、うんうん、まあ来るかな、うん、まあ来んやろぐらいな、うんうん、思っていたら、はい、蓋開けたら週明けの月曜日にまず1通、うん、だから多分28の金、うん、17時かなんかにアップだったので、うん、すぐ履歴書書いて、はあはあ、すぐ送って土曜に投函せんとな。そうそうそう、はあ、なので、はあ、もう1人届きまして、はい、その後もトントントンと5通届いたので、はい、2、4、6通ですか。今来てるんですね。はい、計、はあはあ、今日までに届いているということで。なるほどなるほど。まあ今日は、うん、名前とかね、うん、経歴とかは伏せつつ、うん、はい、ちょっと見ていけたらなと思って。はあはあ、あと、うん、もうこの中で決めるのか、うんうん、締め切りとかさ。そう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 、ね、その辺もいろいろ考えていかないといけないので、はいはい、まずは今のところ来てるので、うん、中で面白い方いらっしゃいました。そうそうそう、あ、なんか都内じゃない人とか、はあ、単身で行きますみたいな人とか。神戸の人って、神戸の人もいたし、石川の人とかもいたかな。石川、はい、あ、なのでちょっとあのアピール欄みたいなとこ皆さん埋めてくれてるので、はいはい、そことかちょっと見ていけたらなと思います。ははは、一番初め、はい、まあ、この人がまあ一番やる気があるというか即決で送ってきてくれた人がいて、はい、あ、この人が神戸の人や。そうですね、はい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 、すごい早いです。速達で送ってきてくれた。いくつでしたっけこの方。あ、この方はね、89年だから33歳。書いてありますか。あ、ここにね俺生年月日から計算しとった。ここに万って書いてあったんですよ。書いてないわけないでしょ、ディレクションに。33歳の方ですね、はい、そう、アピール欄ちょっと見てもらう。昔からパチンコが好きでパチンコ番組も見てました、うんうん、その番組の作り手側の仕事に挑戦したいと思い応募しました、うんうん、現在は関西に住んでいますが、御社にご採用いただきましたら単身で東京に移住します、うん、いやこれ見たらこの人ね、子供が3人おるんやで。そうそうなんですよ。家族ともその話はしております。いやーちょっと、うん、でもすごい熱意ですよ、ね、すごくないですか。すごいです。単身でうちに、うん、この人がまあ一番初めに、はいはい、まあ、とりあえず今来てる方のちょっと見て、はいはい、この方は石川県。あ、石川県の方ですね。32歳。32歳、うん、IT には、はいはい、強そう。強そうです。へえ。こんなに仕事はいっぱいちゃんとされてると思うんですけど、はあはあ、はいはい、私は年間平均330日行くほどパチンコすることが大好きです。330やで。ヤングさんより言ってない。当たり前や、俺より言ってるよ。大山君2、3日間日だってあるで、別に。山田桃太郎クラスです、ね、そうだね、山田桃太郎クラスです、ね、これはすごいな、うん、30か。大好きなんだな。そうですね、それは間違いないでしょう。でもうちに来たらね、そこまでは打てないですからね、多分。そうよ、うん、いや本当やで。人が打っとるのばっかり見させられる羽目になるんで俺打ちてえなって思いながら、もうそうなのよ、俺とかがやったーみたいなやっとるのを取ったり。330日は残念ながら打てなくなっちゃうんですけどね。人が打っとんのを見るのが主な業務となりますから、これ制作っていうことになる。そうですね、確かに。どうしても打ちたいって言うんだったら、それはやっぱ演者方向。はい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 。続いてが2月1日に、トン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 と4通来まして、はい、昨日か。そうですね、昨日です。昨日、じゃあ今日も届いてるの。今日はね、ちょっと届いてなかったですね。ああ、そうなんや、はい、募集の年齢を超えていますが、ぜひ本社で働かせていただきたく、はいはいはい、ということで、まあ、全然あれなんですけど、はいはい、そうなんですよね。だから一応34歳まで的な感じでは、うん、
区切りましたけど、うんうん、こういった方もいて全然いいと思います、うん、もちろんですよ、まあ、それがやる気とね、そう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 、うん、まああくまでもな、うん、目安というか、いやお前がなっていうな、うんうん、50歳とかじゃないからいいかな、そうですね、さすがに50歳とかだとちょっとあれかなってはあります、うん、別に50が悪いわけじゃない、もちろんよもちろんよ、そうなんですよね、でもありがたいですね、ありがたい本当に、この方東京でシュッとした感じの、はい、何歳でしたっけ、この37歳、あ、はいはい、この方もちょっとアパレルで店長とかもやってる、うーん、かちゃんとしとるんだ、うん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 、まあ、経歴はねぶっちゃけたらまあまあいろいろ、うん、そうね、皆さんありますよっていうところで、動画編集について本気で学びたい、昨年12月からニコニコ生放送を始めました、うん、募集要項につきましては年齢以外を満たしていると自負しています、うんうん、自分の好きなことをしてきた人生ですので後悔はなく、また新たなことにチャレンジできるかもしれないとワクワクしております、なるほどね、なるほど、はい、でこの人だよね、あの動画、はい、編集のした動画を送ってくれて、ああそうなんや、そうそうそう、僕ら見ました、うん、あのいわゆる、まあ、YouTuber っぽい感じ の、はいはいはい、あの実践のやつで、はいはいはい、まあ、もちろんそらホールさんに許可得て、うん、がっつり撮ってるわけではないので、うん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 、携帯で撮ったやつで、うんうん、リーチの発展から当たり外れだったりとか、うん、その日の1日の模様みたいな感じをやってくれてました、ね、なるほどなるほど、はい、でまあ、やる気はすごくね、はいはいはい、感じますし、うんうん、興味があるっていうのが一番いいことなのかな、ね、と思いました、ね、うん、はい、なるほど、はい、あとお二方かな、はい、29歳、はい、若めですね、今回の中で青森の方ですね、元々は、自身の趣味であるパチンコパチスロという玉虫色産業の行く末を業界を古くから知る隅田社長率いる税ドンの社員の皆様と見届けてみたいという思いから志望しましたなるほどなるほどね、うん、希望があればっていうところも、はいはい、あの記者の規定に従います、おお、なるほどなるほど、やりたい放題やぞ違う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 、よだれ出てますなるほどね、皆さんやる気ある感じで応募していただいて、すごい、じゃあ最後かな、なんかもうムズムズする、いやいやでもこう本当難しいなって思いますけど、最後見てもらえる、37歳、はい、演劇かなんかでやれてたみたいな感じの方だったと思うので、あ、そうですね、あ、書いてあります、書いてあります、はい、35歳以上での応募となり本当に申し訳ございません、うん、自分は15年以上にわたって演劇活動をしておりましたが、お前と一緒やな、そうそうです、コロナウイルスによって控えていた現場が、うん、次々と中止になっただけでなく演劇全体が世間からの標的となり、うん、不要不急と猛烈にバッシングされた中で神経衰弱となり、うん、数ヶ月ほど半引きこもり状態になりました、うん、その時に偶然出会ったヤングチャンネルがとても面白く温かく心が救われました年齢制限で難しいかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたしますと、演劇関係、ああ、岸本がね演劇についてちょっと熱いのでそう、ちょっとあんなマウント取りに行くね、そうなんですよね、それに耐えられるか、あ、それすんのそういうことは、岸本の演劇論はすごいですから、あ、そうなの、まあ、すごいですよ、いやいや僕らが、ね、市民劇団ですかまあそうやろ、柏の市民劇団ですけどね、うん、まあまあ、いやいや市民っていう感じでですね、はいはいはい、いろいろな方からこの5日間で6通もお送り、うん、ただやっぱすごいのは、うん、やっぱ履歴書全部共通してあるけど、うんうん、そのやっぱパチンコめっちゃ好きですってね、履歴書に書くってなかなか本当よね、普通の絶対伏せるもんね、企業だったら伏せる、うん、あのそうだけど、うん、まあアピールはしないじゃないですか実はこっそりなっちゃう、うん、そうそう、それやっぱり弊社となるとパチンコ好きですみたいな、330日行ってますみたいな普通の企業だったら、え、そんな行ってんのってなって、ちょっとこの人大丈夫かなってなるじゃないですかそれがやっぱくるっとひっくり返るのが、ね、こんな履歴書ない、見たことないし、履歴書にどれにもパチンコパチスロ大好きですみたいな、うん、すごいですよね、うん、面白いよね、面白いなと本当に思いました、ね、330日も笑っちゃう、これさ、でもこの後もまだ来るんすかね、そうですね、でもそろそろ締め切らなきゃいけないでしょ、この人たちで言ったら、うん、もう何週間も待たせるわけにはいかないですし、そうですよ、この人たちのその後もありますし、うんうんうん、なので、まあ、今日が、2月の2日に撮っていまして、うん、これ発射するのがいつや、今週の金を予定しているので、うん、明日明後日2月4日か4日に発射されていると思うので、だから、金曜日でしょ、うん、金土日挟んで、うんうん、まあ、これ見てまた前のやつ見てもらえるかもしれないからね、うん、で、まあ
やる気あるんだったらまあ書いてたりするから、うん、月曜着分までにしようか。なるほど。投入日たら7日着だとでもあんまりあれじゃないですか。ギリギリかもしれないけど7日の消印でいいんじゃない。あ、7日の消印つ、はい、あ、7日の消印で、はい、まで有効。そうですね、8、9あたり、はいはい、かそう7日の月曜まで、はいはい、まあ、悩んで送ってもらう、はい、まあ、7日に出してそれが9日に届こうが、はい、うん、そうしましょう、まあ、それは OK ってこと、はい、あ、わかりました。じゃあ そういう感じで、はいはい、まあ、今後で言ったら、うん、それでまあ締め切らせていただいて、うん、で揃ったところで書類選考、うん、まあ、皆さんで見てみて、うん、まあ、何名かに絞って、うん、で結果をお送りして、うんうん、ごめんなさいなのか、うん、じゃあ次面接なのか。うちだって2月からもう行ってもらった方がええやろ。本当はそうなんだ、ね、まずにはその政治 の, その、はい、引き継ぎ、ね、退職のそうそうそうあるもんね、はい、いろいろあるので現場慣れといてもらう、はい、だ面接もなるべく早くやってで、はいはいはい、まあ採用というかそれから3月1日から来てもらうのか、うん、まあ、まあ、後半ぐらいから2月のアルバイトでもいいので、うん、ね、じゃあ来れる日からって なるだろうから、そうそうそう、そうなんで、はい、なるべく早くこっちも対応していかなきゃいけないな、うん、なのでね、応募いただいてる方はもうちょっとお待ちいただく形になるけど、はい、ってことですよね、はい、でまあこういった感じでヤングさんもちゃんと目通しますしということなんで、はいはい、まあふるってまだまだ少し時間ありますんで、うん、考えてちょっとよく考えて送っていただければなと思っております、はい、なので最後お願いいたします、はい、ということで、引き続きまだ、弊社で働きたいという方の募集をしております、うん、ね、年間330日とは言わないですでも好きでもちろん全然いいんでね、僕らみたいなもんとなんとなく一緒に働きたいな、うん、うまいことやれそうだなって思われる方、うん、ぜひまだ、若干の猶予ございますので、うん、ご応募していただけたらと思います。お待ちしております。ありがとうございました。失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。